未来のためにできること、地球に優しいクリーンエネルギーを増やそう。でもどうやって？大久保茂樹です。近畿大学工学部プレゼンツ、未来のためにできること。私は近畿大学工学部にやってきておりますけれども、この時間は機械工学科ゴイト先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴイト先生、お久しぶりです。お久しぶりです。地球に優しいクリーンエネルギーを増やそうということなんですけど、エネルギーっていうと、これ電力のことなんですかね？あ、そうです、その通り。まあ、世界的に今一番多く使われているのは火力発電所とか石炭とか天然ガスを使った発電システムが一番多いです。多分75%から76%ぐらいです。おお、火力発電っていうことは、まあ、こう地球温暖化にもこう影響みたいなのがあったりするんですかね？あ、します。主に二酸化炭素をたくさん作りますので、それによってあの地球の温度がどんどん上がっていきます。地球温暖化が進むとどんな未来が待ってることになるんですか？一番大きいのは、温度が高くなると北極と南極の氷が溶けて海面が高くなります。で、その影響が今小さい島国とかでもう見られています。70から80年間には103から4度ぐらい地球の温度が上がると言われています。それですともう世界中の多くの国がその被害の影響を受けます。そんな未来にならないように、なんかどうしたらいいんですかね？一つの方法は、再生可能エネルギーの導入拡大を世界的に増やすことですね。今って全体でいうと、再生可能なエネルギーっていうのは何パーセントぐらいとかってあるんですか？概算的には多分 15% ぐらいだと思います。先生からするとたったっていう感じなんですかね？そうですね、少ない方です。で、ゴイト先生のされている研究はどんな研究なんですか？私もあの風のエネルギーを使った風力発電に関する研究をやっております。おー、ゴイト先生、ここは？ここは風土装置で風を起こすものを置いてあるところで、空力の研究をやっています。この水色のやつが風がバーって回っていくってことですか？そうです、そうです。風車はここにあります。かわいい。もうちょっと大きいと思った。ちっちゃいですね。超小さいです、模型風車で。実物となるべく同じあの類似した特性を持ったもので、はい、で小さいのは400分の1ぐらいです。へえ。でも風洞で風がバーって流れて、風車が回って、どれぐらいの電力が、まあ、再生可能エネルギーがたまるかっていうのを実験するってことですか？まさにその通りです。はい、わお、ブオーっていくんですかね？そんな高くいかない、4メートルぐらいで。あ、風速4メートルっていう。はい、そうです。お、またえ、実際にはどれぐらいの風速がバーッと流れる方がエネルギーがたまりやすいんですかね？海で建てるときは7から8メーターがいいです。この実験装置があるだけでやっぱりなんか研究はやりやすいんですか？あ、そうです。風力の研究には風土欠かせないものです。あの日本国内ですと、はい、いろいろなところで風速計を立てて風を測っているんですけども、例えば今日みたいに風吹いてない時実験できなくなっちゃいますよね。ですので、ここで自然と似たような風、あるいは自然と同じ風速の風を作って実験することができますので、この風土を割ることで非常に助かっております。学生さんですか？はい。もともと高校の時からそういうのやりたかったんですか？いや、自分の父親がちょっと電力関係の仕事やってたんで、まあ、それで父親の時代は火力だったけど、自分の時代は自然エネルギーかなっていう。いいっすよね。なんか地球のために、まさに SDGs ですけどね、はい、何かできることを将来の仕事にってなると やる気出ますよね。そうですね。だから自分も省エネ活動とかの仕事に就きたいなと思ったりもしてます。他にもゴイト先生はどんな研究をされてるんですか？あ、他はあの風車を1個じゃなくてたくさん建てるウィンドファームの研究もやっております。1台の風車だけ建てると発電量が少ないですので、一過性に集中的にたくさん50台とか100
100台も行くウィンドファームもありますけども、太陽に発電するあの風力発電システムです。風車はまず土地とかの値段考えますと近く建てた方がいいですよね、ウィンドファーム内。じゃあ一番適切な距離がどのぐらいかというのを研究です。だからそれを実際の場所ではできないので、まずはこうやってパソコンでシミュレーションをするみたいな。はい、これ整列配置といって、風車の後ろに風車を置いているような感じです。で、後ろの風車をちょっとずらして、前の風車の影から少しずらした状態で解析しました。で、この場合もう全部風車の数とかこの面積があんまり変えてないんですね。配置だけ変えても約 40% ぐらい発電量が上がりました。へー、これをだからいくつものパターンを解析していって何が一番いいかみたいなのを見つけていくんですか？はい、その通りです。はい、そうです。で、今日いろんなお話を聞いてきましたけど、ゴイト先生がされてる研究っていうものは今後未来へこうどうやってつながっていったらいいなみたいなところはあるんですか？風車の値段コストが低くなって、そして我々の今火力発電とか原子力発電の依存が世界的に減ってほしいです。確かにそうですね。それがまあ地球温暖化をこう防いでいくことにもつながっていくっていう。もちろんその通りです。未来の子どもたちのために今がある研究ってかっこいいですね、先生。ありがとうございます。ここ近畿大学機械工学部では様々な分野の先生方がいらっしゃいます。ものづくりと機械全般に興味のある学生さん待っております。